パラプゾシアはデスモセラス科のアンモナイトの絶滅した属。白紀後期のセノマニアンからカンパニアンにかけてアフリカやヨーロッパ及び北アメリカに分布した。典型的に非常に大型のアンモナイトで直径は60センチメートル以上に達し、最大の種では最大3メートルを上回る。パラプゾシアの殻はインボリュート曲線を描き、 その側面は平坦あるいはわずかに丸みを帯びている。内側の渦には一時アバラと二時アバラが確認されることがある。パラプゾシアセッペラ伝出は基地のアンモナイトで最大の種であり、現在のドイツのベストファーレンにあたる海域で白亜紀後期カンパニアン前期に生息していた。重防が不完全であるものの、ドイツで1895年に発見された標本は、 直径1.8メートルに達する。完全であった場合、この標本は直径2.55メートルや直径3.5メートル以上と推定されている。生きていた時の体重は1455キログラムと推定され、そのうちからが705キログラムを占める。パラプゾシアブラディは直径1.4から1.8メートルに達し、来た。 アメリカから出土するアンモナイトでは最大である。側面は平坦で、内側の渦は発達したアバラを持つ卵型をしている。この種は、モンタナ州のイーグルサガンとコーディーページガン層のみから発見されている。ありがとうございます。